これは知らなかった。インド空軍と F16。インドのニュースチャンネルでインド空軍の F16 導入の可能性について伝えていましたので、その概要をご紹介します。 2020年に、インドの首相ナレンド・ラモディは、フランスからラファール戦闘機を導入し、インド空軍の戦闘能力を強化しました。ラファールは2020年7月からインド空軍に導入され、その後の2年間で残りの全機が納入されました。 インド空軍は現在42個の戦闘機部隊を計画していますが、現在は31個しか配備されていません。周辺地域の状況を考慮するとインドはさらに戦闘機を必要としています。 インドは外国製の最新戦闘機の導入だけでなく、国内生産のための技術も手に入れ、中国とパキスタンという二重の脅威に対する防衛能力を強化したいと願っています。 先日、米国議会が、インドを NATO プラスに加えることを推奨したことにより、インドとアメリカ合衆国の戦略的関係の大幅な強化の舞台が整ってきました。NATO プラスとは安全保障協定であり、NATO プラス5とは、オーストラリア、ニュージーランド、日本、イスラエル、韓国を指します。 このグループはグローバルな防衛協力を目的としており、これに参加することはこれまでのインドの長年の独自の防衛政策からの転換を意味します。 インドはこれまで NATO の包括的な枠組みに組み込まれることを拒んできましたが NATO プラスへの参加はシームレスな情報共有遅延なく最新の軍事技術へのアクセスが可能になるというメリットを伴います。 F-16 は世界で最もアクティブな戦闘機で、単発の多目的戦闘機であり、空対空戦闘や地上攻撃にも使用されています。多数の F-16 が輸出され、トルコ、イスラエル、エジプト、韓国、ギリシャ、ベルギー、ポーランド、デンマーク、オランダなどの国々はこの戦闘機を保有しています。 アメリカは F16 を台湾にも輸出しており、ウクライナもこの戦闘機を欲しています。ウクライナはこの戦闘機がゲームチェンジャーとなる可能性があると考えています。F16 が本当にそれほど能力があるのなら、なぜインドはこれまで購入してこなかったのでしょうか それは、米国製戦闘機導入に伴う性能上の制約のためです。アメリカの機密技術に関する法律により、輸出用の F16 の能力は制限されます。例えば、アメリカは特定のシステムを遠隔でオフにしたり無効化したりすることができます。 つまり、アメリカの防衛技術には制約が伴います。もしインドが NATO プラスに加わることがあれば、その状況を変えることができるのでしょうか。2020年当時の国防参謀総長は、外国の戦闘機を購入せずに、国産の戦闘機を発注すると述べました。 しかし、一方で当時のインド空軍のトップである空軍参謀総長は、インドが国産と外国の戦闘機の両方を必要としていると述べました。国論が統一されていないようです。2023年のインドのエアショーであるエアロインディアの2日目には、アメリカ空軍の F16 が高速でデモ飛行を行いました。 アメリカはなんとかインドの防衛産業に参画しようとしています。インドはアメリカから F16 を購入することになるのでしょうか中国に対しては強調した対応を取ることについてすでに話が進んでいます。 もし北京が台湾を攻撃した場合、インドは軍事的には参戦しないかもしれませんが、経済的には参加する可能性があります。インド、アメリカ、日本、オーストラリア、インドネシア、マレーシアを含む14カ国が、インド太平洋地域経済パートナーシップの下での供給チェーン協定を結び、 中国への依存度を減らすことを目指していますインドの NATO プラスへの参加はインドが従来踏襲してきた戦略的自主性がどうなるのかという大きな問題を抱えています NATO プラスへの参加は戦略的な自主性を損なうことはないという考えもあります なぜなら、インドは NATO の軍事行動に参加する義務を負わされることはないからです。果たしてインド空軍は F16 を導入するのでしょうか戦略爆撃機の機種選定と合わせてしばらくは目が離せません。ご視聴ありがとうございました。 よろしければチャンネル登録をお願いします。